北アイルランド最大の町ベルファースト。産業革命の時にリネン工業で栄えました。昔から造船、航空機などの重工業が盛んで、かつてかのタイタニック号が作られたのはこのドックだったのです。ここはベルファーストから車で1時間ダウンパトリックの街です。熱狂的な SL マニアダウンパトリック鉄道同好会のホームグラウンドがここなのです。昔この場所に駅があったとのことですが、ご覧の通り今は何とも侘しい佇まい。本当に人がいるのでしょうか。錆びついたオンボロ機関車から這い出してきたのは同好会の中心人物ボブ・エドワーズ40歳。もちろん妻子がありますが、家族そっちのけで SL に打ち込んでいます。本職は銀行員。ボブの説明によりますと、ダウンパトリック鉄道同好会は1982年に設立されました。1967年に廃止された鉄道を自分たちの手で再建しようと立ち上がったのです。メンバーは35人。なんて面白いんでしょう。まだ内車ともしない。僕たちは今世界中に寄付を呼びかけ、レール1フィート25ポンドで会員を募っています。しかしこれは根気のいる仕事です。オバデア。さあ、その成果ご覧いただきましょう。自分たちの手でコツ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 敷いてきたレール、発足以来5年目で、はい、ここまで700メートル。 Well, coming up to the end of the track. Yes. Here we are. ああ、ここで線路が終わっちゃいました。今は4分の1マイルしか線路ができていなくて、これから10年先になってようやく全長の9マイルが仕上がるそうです。あれが今のダウンパトリックから次の駅になるループステーションになるんですって。そう、昔もここは駅だったわけで、1950年にはここは駅があったんですって。ボブたちの計画は壮大です。ここダウンパトリックからベルファーストまで全長9マイルの間に本物のレールを敷き、本物の SL を走らせようというのです。これはもう趣味などというものではありません。国鉄が真っ青になる男のライフワークです。5年目でレールはまだ700メートルしか伸びていませんが、日本からはもう200人もの協力があったそうです。こんなにいっぱい並んでます。200ものこのプレートが今線路についてるんですけど、1ヤードずつにそのお金を出した人のプレートが刻まれてるんですね。1フィート25ポンド、日本円では8000円。あなたもプレートに感謝を込めて名前を刻んでもらえます。
こちらはベルファーストから車で40分ほどのところにあるシェーンキャッスル。広大な領地を持つこのお城の持ち主も大変な SL マニアなのです。城主のオニール卿。オニール家はもともとアイルランドの領主で、カモンの手首のマークはアイランド鉄道のマークにも使われています。オニール卿は SL マニアの多い北アイルランドでも極めつけのマニア。書斎をうずめた絵やおびただしい蔵書は全て SL に関するものばかりです。はじめはミニチュアの収集だけだったのですが、それが高じて今では実物のコレクションに打ち込んでいます。何しろオニール卿の領地は広いのです。趣味の場所まで行くのに車を使わねばなりません。とにかく広い。敷地の中に駅が2つと整備工場。自らも保線の作業に余念がありません。これがオニール卿が愛してやまない1910年代の SL。 2人の息子の名前が付けられています。専門の整備士を雇い、我が子のように、いや我が子以上の可愛がりようです。休日には一般公開し、家族連れを乗せて大サービス。オニール卿自慢の SL は2つの駅を持つ領地内をけなげに走り続けています。しかしスケールの大きさではボブも曲げていません。これは SL で走る農耕機械、トラクションエンジンと呼ばれるものです。ボブの SL はバンシーと呼ばれています。バンシーというのはアイルランド伝説のお化けの名前です。そしてボブはこの巨大な SL のお化けをこよなく可愛がっているのです。エンジンをうまく動かすために、あの薄いオイルの方を必要なんですって。このように毎日約200箇所にオイルを刺すんです。3段階レベルがあって、ゆっくりと中くらいと速いっていう3つがあるんですって。それはレバーによって3つ違いがあるんですって。スピードは3段切り替え式、なんともおおらかなものです。そしてこれからこのバンシーのような奇想天外な SL が一堂に会するお祭りが賑やかに幕を開けます。お気に入りのご自慢の蒸気トラクターをみんなの前に披露して自慢するのがこの祭りです。今年で20回目のトラクションエンジンラリー。北アイルランドばかりでなく、イギリス本島からも自慢の SL を船で運んでマニアたちがやってきます。いずれも甲乙つけがたい骨董品ばかり。どれだけ整備が行き届いているかを競い合うのです。水を汲み上げるポンプや脱穀機など、いずれも濃厚に使われたエンジンばかりです。これがこのおじさんの、出場した
今までの全部のフェスティバルで、このおじさんは82年からこのフェスティバルに出てるんです。あ、そう、このエンジンが1913年だから今から70年ぐらい昔のもので、こっちが1917年です。ボブのバンシーがやってきました。やっぱりでかい巨大なアイルランドのお化けの登場です。今も生き続ける見事な SL たちの揃い踏みです。このトラクションエンジンというのはもともと建設工事用のクレーンやローラー、農耕用のトラクターのことで、30年ぐらい前までは現役で活躍していた SL たちです。なんともゆっくりしていますが、それもそのはず、これはゆっくり競争、速く走った者が負けというレース。ジムエンジンはゆっくり動かすのが非常に難しいのだそうです。早く走りすぎて1台失格。もう1台失格。早く走ってはダメなのです。それにしても男たちは無邪気なことに情熱を燃やすものです。男はいくつになっても子供です。このグリーンの SL ローラーが本年度のチャンピオン。会場で突然 BBC ラジオのインタビュアーに捕まってしまいました。This is Paul Atchison at the Ulster Traction Engine Rally. We are going to be here until 4 o'clock this afternoon because I'm on Japanese television. They're standing in front of me filming. I don't know any Japanese, so I won't say anything else. なんせこの祭りが始まって以来20年、日本のテレビがやってきたのは初めてとのことでした。I've just been out and about. I'm outside the amusement, and I'm actually on Japanese television. Can you believe that?Oh, he's not going to talk to me now. It doesn't matter. I am talking to Sakuku Kitano from Japan. Yes. Sakuku, welcome. Thank you very much indeed. No, it's been I feel very honored. Really. Tell me, what are you doing here? Doing, especially today, once a year, this festival. So we are reporting on this quite interesting festival today. Just first day.And what are your plans over the next few weeks? For a week, we are traveling around Northern Ireland. A total different way of life here altogether? Yes. So, Kuku, thank you very much. That's all right? Very good of you. Thank you very much. Thank you very much. It was a live interview, so we were running around. I couldn't find you. I ran around the whole field looking for you. Sorry about that. Sorry. There's no problem. Thank you very much indeed.Bye-bye. Goodbye. Have a lovely trip. Yes, thank you very much indeed. Bye-bye. ボブがお化けのバンシーに取り組んでいます。一体何をするのでしょうか。それで分かりました。迫力満点のバンシーは実は移動式の発電機だったのです。お祭りのメリーゴーランドを回していたのはバンシーなのでした。お化けのバンシーが大活躍する年に一度のトラクションエンジンラリー。ボブはこの日を何より楽しみにしているのです。とても素敵な、田舎ですけども、わあ、とっても可愛いお家。
日曜日、ボブ一家の昼食に招待されました。女の子が遊んでます。モーニング、モーニング、グッモーニング、good morning. Good morning. Pleased to meet you. Do come in. This is my wife, Marianne. Good morning. Just one year. Bob's two wives. Yeah. This thing is very big. Ah. そして奥さん。ヌヌ。北アイルランドの日曜日の昼食、サンデーランチにはごちそうが作られます。リポーターの北野さんの目の色が変わりました。イギリスのハーブを研究している北野さんとしてはついつい夢中になってしまいます。ちょっとこのミントを振りかけて香りをつけるんですね。ミントは very fresh。ラムのミントソース、温野菜添え、 SL 一家の昼食のひとときです。これで十分かしら。Yes, thank you. Adieu. Mint sauce. Thank you. Luna. Thank you very much. Hungry now? お腹が空いちゃって待ちきれないって。引き出すらしいんですけど。Well, this is an extremely tender piece of lamb. It's very useful to do. Sometimes you get a very tough lamb. 私の隣に座っているのがメイブちゃんという名前なんですけど、ダブリンから出ていた機関車の名前がメイブっていうんですね。呆れたことにボブはアイルランドで一番人気のある SL メイブをそのまま自分の娘の名前にしてしまったのです。だからご主人があんまり趣味の蒸気機関車に忙しいから子供の面倒を見てくれないっていうのはちょっと奥さんは不満みたいなんですね。ボブが何より愛しているのは SL。 だから今のところ何よりも蒸気機関車のエンジンの方が先で、その次に奥さんの面倒を見るっていうか、奥さんと一緒に楽しむ時間を作るっていうか、そういうことを今のところは二の次になっちゃってるんですって。ボブの表現を借りると、奥さんは鼻の差で2位だそうです。しょうがないですねって感じですね。アナカース Don't be the first to come. ボブが奥さんを伴って同好会の仕事場にやってきました。また少し資金が集まって久しぶりにレールを一本買ったのです。久しぶりに線路が伸びるのです。資材運搬用のディーゼル車はスクラップになっていたのをメンバーで直して使っています。錆びたレール一本がどんなに嬉しいものか、それは同好会のメンバーでなければ分かりません。ちょっとしたクレーンでもあれば作業ははかどるのですが、メンバーはそんなことは気にしません。あくまでも自分たちの手でやることが彼らには大切なことなのです。今日はまた10メートルほど伸びて710メートルになった。今度の作業はいつだろう。完成するのは10年先の予定。
急ぐことは何もない。夢なのさ。これはフォックスグローブ、キツネの手袋と言われる花なんですけれども、この北アイルランドではあちらこちらに見られる花なんです。昔からここではこの花の中に妖精が昼寝をしていると言われていて、今でも北アイルランドの人々はそれを信じているんですよ。フォックスグローブの花に妖精が住んでいると信じている北アイルランドの人々。ケルトの昔からアイルランドの美しい風土は汚れのない夢を育んできました。SL に子供のような無邪気な夢を託すボブのような男たち、ひょっとしたらボブたちアイルランドの男たちにとって SL もまた可愛い妖精かもしれません。